それでは時間になりましたので、今日の IMT カレッジの講座を始めさせていただきます。今日はファーティリティ&ステリリティの6月号でございます。それでは最初の論文からお願いいたします。周産期を過ぎた時における健康が関わる天気に、親の年齢がどのような影響をもたらすかという点についてレビューしました。過去数十年間、男性でも女性でも児を得る年齢が上昇してきており、公衆衛生上の問題となっています。特に女性では出産年齢の遅延の幅が大きく見られます。親の出産年齢の高齢化は児の疾患にも影響を与えると考えられます。一部の疾患においてその影響は明らかですが、その他の健康上の転機にもわずかながら影響をもたらすものと考えられています。このような影響に関する懸念は個人のレベルにとどまっていますが、その影響を集団ベースの健康上の問題として考えてみる必要があります。このですね、最近女性の出産年齢が上昇してくる、またそれに応じて男性の年齢も上昇してきているんですね。もともとは女性が教育レベルを積み、もっと高い教育を得たい、受けたい、それから仕事をしたい、それから避妊効果が優れた避妊法が使われるようになったですね。そういうようないろいろな要因が変わって結婚年齢が遅くなり、出産年齢が遅くなった。で、男性もそうなるとですね、いわゆる精子が、いわゆる精巣細胞から精子ができるわけですが、その高年齢の女性の精子に少し問題が起こることがあるんじゃないだろうかという要求される部分もある。そうしますとですね、女性、高齢女性から生まれる子どもとか高齢男性から生まれる子どもにですね、染色体異常、例えば21トリスミなどの頻度が上昇しますが、その他にですね、いろいろなリスクの上昇、例えば食道閉鎖とか小児がんだとか白血病だとかタイプ1の糖尿病、それから脳性麻痺なんていうのも何か少し統計的には少し多いらしいんです。なぜ高齢になるとその異常をもたらすかというと、最近流行るのエピジェネティクスという、遺伝子は変わらないんだけど、それを修飾するようなメチレーションという現象が起こると、そういうようなことも考えられて、それで染色体の分離も原数分裂も、の過程で異常が起きやすくなるというのは、いろんな因子が関わってこういう高齢男性、高齢女性から出産する児は、問題が多いということで、我々も考えてみてみなくちゃいけないということでございます。男性不妊が出生時にどのような影響を与えるかということに関し、十分な研究は行われていません。男性不妊に伴い、精神発達の遅延や自閉症などのリスクの上昇を示す調査結果も報告されていますが、必ずしもその後の研究で確認されているわけではありません。男性不妊に育児を施行した場合と非男性不妊に育児を施行した場合でどのような影響が児に認められるかという点について、大規模な調査をしてみる必要があります。育児っていうのは最近は普通のスタンダード IVF もむしろ多くなったということですね。で、育児っていうのは相当侵襲性のある治療だというふうに考えられますけども、実際に1992年に育児が始まって以来、そう、あまりこの育児に伴っていろんなリスクが高まったという報告はないですね。確かに、まあ、わずかながら、先天期のリスクが上昇するんでないだろうかという、報告もあるんですが、他の研究では否定されたりしますね。もう少し規模の大きい研究で、この、育児群と非育児群、または男性不妊群と非男性不妊群でどのような問題が発生するかということをもう一度調べてみる必要があるとする論文でございます。最近、妊娠前の母親の肥満や妊娠中の過剰な体重増加が出生時の代謝に関わるリスク、すなわち肥満、2型糖尿病、心血管疾患、メタボリック症候群などのリスクを高め、またその他にもがんや骨粗鬆症、喘息、神経疾患などリスクを高めると報告されています。
このような問題の発生にはエピゲネシスが関わるメカニズムが関与しているのではないかと考えられます。親の低体重は先進国ではあまり認められませんが、子宮内での低栄養と正常あるいは過剰な出産後の栄養摂取と急速な発育との関係が慢性疾患の発生のメカニズムに関わっている可能性も考えられます。親の過体重や肥満が出生後の児の健康に影響を与えることから、いずれの親に対しても妊娠前妊娠中のライフスタイルが関わる介入が必要で、特に母親において、また出産後の児において生活習慣が関わる介入が好ましからざる慢性疾患に対応するために必要となります。母体の過体重とか肥満などはいろいろなリスクを児に影響を及ぼすと、例えば過体重の女性は生まれた子供が肥満になりやすいとか、1型糖尿病、2型糖尿病になりやすいとか、心血管疾患または脳血管障害などのリスクを高めるだとか、メタボリック症候群のリスクを高めるという報告もあります。また体重が低い女性から生まれた子供には意外にまた肥満の子供が、肥満になりやすい、2型糖尿病になりやすい、代謝症候群になりやすいとか、そういう同じような、体重っていうのは正常にコントロールされてていい結果を生むんで、多すぎても肥満のレベル、 BMI が高すぎても低すぎても問題だとすると思うんですね。その背景には、胎児のプログラミングに関わるいわゆるエピジェネティクスというようなものが関わっているんだろうと推定されていますですね。妊娠中の母体の体重のコントロールは極めて重要だとする論文でございます。母体に PCOS が認められた場合には、出生時の健康状態、また小児期の健康状態に影響を与え、新代謝系の異常や生殖器の異常、さらには神経発達にも影響を与えるのではないかと考えられています。いろいろな研究をもとに現在認められている問題は多様性があり、対象となったものが比較的少なく、また選択基準が異なるなどの因子、さらには人種やコントロール群の定義などによっても異なります。母体の肥満、妊娠合併症、共存症など存在が母体の PCOS の関与を特定することを難しくさせています。大規模な全方位的、国際的、人種にまたがった標準化された研究のプロトコールや、PCOS で出産した児の健康状態や、身体発育に対する標準化された質問票などが必要となります。PCO というのは、もともと排卵障害があって、卵巣に PCOM のような形態があって、時にはアンドロゲンレベルが高くなってですね、特には肥満を伴うというようなものですが、でいろいろな問題に関して研究が進んでいますけど、 PCOS というのはそういうような排卵障害、卵巣系以外にもですね、児の出生体重、とか いろいろな児に関わる問題、疾患、ですね、などにも影響を及ぼしているんじゃないだろうかということが最近、問題になっています。で今までのは対象者が少なくてですね、いい研究じゃなくてバイアスが多かった、なかなかいい結果が得られなかった。最近 PCOS 肺炎から誕生した児が幼児期、小児期、思春期とさらに成人期に行くに従っていろんな疾患を有するリスクが高まったというふうに言われています。で例えば児の肥満、脂肪沈着、それから代謝に関わるパラメータなどにも児に問題を起こすというような報告もありますので、もう少し PCO から生まれた子どもに対して長期的な追跡調査が必要であるとする論文でございます。正常な母体の甲状腺機能は胎児の中枢神経系の発達に重要な影響を与えます。甲状腺ホルモンの欠乏は早期の胎児の神経発達にネガティブな影響を引き起こします。また同時に母体の血糖値の異常は出生時における発育の遅延や出産後の合併症を引き起こし、長期的な代謝機能障害の原因ともなります。これら2つの重要な問題についてレビューを試みました。甲状腺の機能が低下していると、甲状腺のホルモンを測ると
正常なんだけれども、甲状腺を刺激するホルモンですね、サイロイドスティムレーティングホルモン TSH が少し高めだと、それで甲状腺が維持されるっていうのは、臨床的甲状腺機能低下症って言いますが、それでも次脳中枢神経に発達に問題を起こすという報告があったために、非常に甲状腺機能と次の問題ということが話題になっています。しかしあまり問題はないんじゃないだろうかという論文もあるわけですね。でさらに研究が必要だということです。それから母体の血糖値の異常ですね、その糖尿病合併妊娠、それから妊娠糖尿病ですね、体糖の異常などということにも伴って出生時に発育が障害されるですね、時には出生時の合併症も引き起こされるというような報告もあります。でそのような問題についてもう少し長期的に出生時をフォローアップする大規模な調査が必要ではないかとする論文でございます。IVF を施行する際に子宮内膜のスクラッチングを行うべきか否かという点についてディベートを試みました。それぞれ3名の専門家が IVF を施行前に子宮内膜のスクラッチングを行うべきか、あるいはスクラッチを行うべきではないという意見を述べました。この子宮内膜のスクラッチングというのはですね、2000年前に基礎的なのがある研究がありましてね、子宮内膜のスクラッチングというか内膜検査を何度か反復したと、でその後の妊娠率が高まったというその観察研究の結果からスクラッチをやろうということになって、2000年過ぎたあたりから、対象試験が行われるようになりました。しかしですね、スクラッチをやってから IUI 人工授精をやっても妊娠率が上がるという、報告と変わらないという報告があります。また反復流産のようなものが改善するかというと改善しないという報告もあります。それから2回以上の反復着床障害の患者に、スクラッチをやった後妊娠率は向上したかというと向上したというのもあるし向上しなかった、最近のメタアナリシスではあまりいい結果は出ていません。で、どちらかといえばスクラッチは無効だというような報告が多くなってきまして、今のところ臨床化としてそれは進められないという方が少し多いような気がします。しかしこのディベートではおいてはですね、スクラッチをやることによって予期しない慢性子宮内膜炎を見つけたりですね、いろんな問題が発生することがあるから、今しばらくスクラッチは直ちに中止というような状態ではなくて、もう少しの意義を考えてみたらどうだろうかというのがこのスクラッチをまだ進めるというグループの考えでございます。原因不明不妊と診断されたカップルにおいて、男性パートナーの総テストステロンレベルの低下は異常形態精子の割合と相関し、精子出産率の低下をもたらすという結果が得られました。この原因不明不妊ですから、何が原因か分からないと、それで、いろんな検査やっても、差異は認められない。そこで男性パートナーが関わっているのかということでテストステロンを調べてみたんですね。そうしましたら、テストステロンの高い群と低い群、閾値を264ナノグラムパーデシリットル未満の群と264ナノグラムパーデシリットル超の群に分けたんです。そうしましたらですね、そのいわゆるクルーガーのストレクトクライテリアで正常精子が 4% 以上の正常と判定されたものはですね、テストステロンが低いものにおいて少なかったということなんです。でおそらく原因不明不妊において、不妊の一部にはテストステロンレベルが低下に伴う、正常形態精子の割合の低下が関わっている可能性があるという論文でございます。HPV 陽性の精子を用いて IUI を受けた女性では、HPV が陰性のパートナーを有する女性と比較し、臨床的妊娠率は4分の1に低下するという結果でした。精子中に HPV ビリオンが検知された場合、IUI の臨床結果にネガティブな影響をもたらすことから、HPV を検知するための検査とカウンセリングが必要です。HPV というのはですね、DNA ウイルスですよね、それで細胞の中に入っていくわけです。それで、精子を調べまして、その中に HPV にかかるビリオンというものが、検知された場合、
この IUI でなかなか妊娠しづらくなるという論文なんです。しかしその実際にその HPV ビリオンの差をですね、妊娠群と非性化学的妊娠群および臨床的妊娠群で知られてもほんのわずかなんです。ということで差があると言ってもですね、ほんのわずかだということで、で果たして臨床的意義がどのぐらいあるのかということについては疑問です。ちなみに女性における HPV の感染がですね、妊孕性に影響を及ぼすかという検査もあるんですが、それでは影響はないというふうになっています。全国を代表する集団ベースの調査において、妊娠間隔が12ヶ月未満で凍結誘拐排除を試み出産に至った単体出産例において、早産のオッズ比は上昇するという結果でした。また、新鮮肺移植を受けた患者のデータと一致し、政治出産から12ヶ月を経た時点で凍結誘拐排除を行うことが勧められます。はい、凍結誘拐排除で一時を得ますね。でその後、私はすぐに子供欲しいからと言って6ヶ月以内に来る人もいます。しかし、実際にはですね、1年ぐらい経ってから凍結誘拐排除の追加を受けるというのがですね、子供の臨床的な要因のレベルから見てそれが正しいというのは早産のリスクを低下させます。だいたい1年12ヶ月以上経ちますとですね、早産のリスクが減ってきます。それから低出生体重児のリスクも減ってきます。だから一度凍結誘拐排除で妊娠し出産したお母さんがその次移植するには1年以上経つってから移植してあげる、早くても6ヶ月以内には移植しない、そういうことは少ないでしょうけども、そういうふうな態度が必要だということでございます。PGD を受け、児が5歳児になった時点で、標準的 IVF 育児で出産した児、および家族に遺伝的疾患を有する自然妊娠で出産した児と比較し、正常な発達が認められ、正常な健康状態で、また正常な運動機能を発達も認められました。はい、この PGD というと、肺盤胞まで培養して栄養外胚を採取する、非常にこの侵襲性の高い検査法だというふうに思われています。しかし生まれた子どもを5歳の時まで PGD というか家族に遺伝的な疾患があって PGD を行った場合と、それから単なる IVF を行った群と、それから自然妊娠の群と比べますと、発達の状態、児の発達の状態に問題はないということなんですね。いろいろな基準で児の発達を見ております。まだ臨床的に問題となる有意差はないというふうに考えていいんじゃないかということでございます。最初の3回の隔球の分割において、分割面の方向は最終的な隔球の空間配列を示すという結果が得られました。4細胞の時点で四面体の形成は、凍結保存あるいは肺移植となる良好な肺盤胞に発育する可能性の高い肺を示唆するものでした。肺の発育能を示す発育動態のマーカーは、四面体の肺と非四面体の肺において有意差が認められました。この四面体の肺というのはですね、肺の中において4つの隔球が、上手に重なり合って存在している四面体といいます。立体的にこう重なり合っているわけですね。それに対して、お互いにこの一部だけがくっついて、いるような、あまり重なりが少ないようなのは非四面体といいます。それから四つ葉のクローバーのようにですね、お互いにこう接するけれども別々だというような形態のものは一番悪いということなんですね。やっぱりこの肺発育はそれぞれの隔球がこう折り重なるという、お互いに接点がたくさんあるような、接触点がたくさんあるようなものが将来いい肺盤胞に発展するということでございます。PGTA は一定の臨床の場において、また一定の対象者において費用対効果の面で優れているという結果でした。PGTA の臨床的有用性について議論する場合には、経済的な側面に注意を払う必要があります。はい、この普通ですね、肺盤を移植するときに PGTA を行うという場合は、
その例えば4個排卵法があるとしますと4つ調べますね。で染色体異常がある異数性があるというのを排除して4個のうち 2つが残った。そうすると2回の排色を行うわけですね、単一排色。そのもう一つの選択肢は1つも検査しないでまず新鮮排色を1つやると、その後3つを凍結していて1つずつまた単一排色を行う。でどちらがいろいろな費用の面から優れているかということなんですが、数がですね、排卵法の数によってその費用対効果の面がでも影響を受けます。例えば1個の排卵法しかない場合ですね、それは1個しか検査はできないわけですね。そのような場合はですね、費用対効果の面ではそんなに差は認められません。しかし肺がたくさん採取されても、それ排卵法が4つもできましたというような時にはですね、年齢の上昇に伴って PGT-A の費用対効果の面から見ていい結果が得られたということなんですね。だから年齢と肺の数によって肺盤PGT-A を行うか行わないで一つずつ移植するか考えた方がいいという論文です。ですね。まあPGT-A をやりますとお金はかかるけれども性倍数性の肺を早めに移植することができるということでございますけれどもね、それは肺の数と年齢とによってその有用性は異なる。しかし最終的には妊娠率は変わらないという論文もあるので、妊娠、生児出産という点から見るとそれほど費用でなくて、その妊娠出産という点から見るとあまり大きな差ではない、起きないのではないかというふうに考えられます。費用対効果の面から見ると少し差があるということで、その状況で年齢が高く排卵法がたくさん採取された場合には PGT-A を行う方がメリットがあるということでございます。凍結融解性倍数性排卵法移植の結果には、移植前のプロゲステロン投与前のエストロゲンの補充期間の変化は影響を及ぼしませんでした。エストロゲン投与の期間は分娩週数と負の相関を示しましたが、早産率の上昇はもたらしませんでした。子宮内膜の調整の胎盤子宮内膜境界面の下流効果に対し、さらに研究を行う必要があります。この普通凍結融解排卵法移植の際にはですね、ホルモン補充周期が行われます。しかしですね、普通経口投与で行われるプロゲノーバの経口投与が行われることも多いんですが、例えば2ミリ2ミリ2ミリ4ミリ4ミリ4ミリ6ミリ6ミリ6ミリと9日間投与すると大体、程よい子宮内膜8ミリ程度になることが多いわけですね。そこで排植をすると。しかしですね、このエストロゲンの投与期間というのはあまり大きな影響を及ぼさない臨床成績ですね。ただ分娩週数と負の相関を示した、まあわずかながら示したと得られていますが、早産のリスクは上昇するわけでない。だからあまりエストロゲンの投与期間はそれほど心配することはない。しかしわずかの変化、そういう臨床的影響が見られることから、さらにその胎盤と子宮の境界面における分子学的な研究についてもう少し考えてみる方がいい、見た方がいいんじゃないかとする論文でございます。夜間に睡眠に問題を生じた場合にはわずかながら妊孕性は低下するという結果が得られました。睡眠時間の短縮と妊孕性の間には弱い負の相関が認められました。私は睡眠時間 6時間しか取らないという人と、7時間取る、8時間取ると、9時間以上取るという人と、また睡眠の時になかなか寝つかれないと睡眠障害があるというような人と、妊娠率または妊娠性等の期間を調べてみました。そうしましたら、その妊孕性はですね、睡眠時間が短い人、6時間以内のような人においてはですね、少し妊娠までの生理の期間が長く延長したり妊娠率が下がったりしているということなので、これは少し、考えてみる必要があるとする論文でございます。卵巣皮質の凍結保存の有用性は正常な卵胞の
プールがある程度存在するモザイク型のターナー症候群の患者に限られる可能性が示唆されました。卵巣皮質の中にですね、ターナー症候群の場合は卵胞がどのぐらいあるかというのは人によってまちまちなんですね。だけどおおむね同じ年齢の女性と同じ程度の卵巣のプールがあると考えられています。しかしですね、その卵巣が正常なプールがあるような人は卵巣皮質の凍結保存は極めて有効です。しかし、プール卵胞のプールが少ない人はあまり凍結保存しても有用性はない。それからターナー症候群考えるときにはですね、ターナー症候群ではみんな X45X だと 45X だとというふうに思っていますけど、実際にはですねモザイクが多いんですね。45X に対と 46XX とか 45X と46の X リング染色体の X だとか 45X と 46XX というのが混じったものとか、いろんなモザイクがあります。その細胞の割合違うんですね。でそのによって卵巣の中の密度と卵巣の中の卵胞の形態に変化が起きてきます。だからその全てのターナー症候群の患者は卵巣皮質の凍結保存で将来妊娠を維持するにメリットがあるかと考えるのではなくて、その卵巣の皮質の状態によって将来の妊娠性は異なるということですから、少し専門家がそれをよく調べてから卵巣皮質の凍結の将来の有用性に関して患者さんにカウンセリングを与える必要があるということでございます。今回 FTHL17 遺伝子の変異が関わる 46XY 純粋型性腺形成異常の家系を初めて明らかにすることができました。FTHL17 遺伝子は精巣によって決定される経路や腫瘍の発現に関わっているのではないかと思われます。はい、この、46XY というとこれは男性ですよね。ところがその中の遺伝子が問題があって変異があるんだ。それによってですねうまく性腺が形成されないで、いわゆるゴナダールディスジェネシスというような状態になる。でこの原因は何なのかということで、今回全ゲノムをシークエンスをし調べてみたんです。そうしましたらペリチンヘビーチェインライク17という遺伝子の変異が認められたということなんです。でこれが家系図を通してみますと、祖母にその原因があって、その子供の3人の女の子は本因者で、その子供がその純粋型の性腺形成異常という疾患を発現したということなんで、この遺伝子が関わる家系を明らかにし、患者の状態を明らかにした、非常にその今まで発見されていない遺伝子が関わっているという珍しい純粋型性腺形成異常症の症例でございます。ハイリスク HPV 感染と女性不妊のリスクとの間には相関は認められず、1回の HPV が陽性であった患者、また持続的に HPV が感染を見た患者において、女性因子に関わる不妊との間には相関は認められませんでした。先ほど男性のですね精子の中に HPV が認められたものは少し妊娠率は下がるんだという論文がありました。今回女性で HPV 感染だと診断された、また反復して HPV を間隔を置いて調べたらまた陽性であって持続感染が認められた。そういう女性においてですね、この妊娠したかどうかですね、調べてみた、その妊娠性の状態を調べてみましたら差は認められなかったということなんです。ですから女性の HPV 感染は妊娠性には影響を与えないと考えておいていいというふうに思います。
今回の調査で卵球細胞において異常な発現が認められた CIRC-RNA とその標的遺伝子は PCOS と相関し、 PCOS 患者に対する診断的また治療的分子バイオマーカーとなる可能性が示唆されました。はい、PCOS というと我々は排卵障害があって卵巣の主体 PCOM の形態、いわゆるネグレスサインのものがあって、特には高脂血症があるというようなですね、時には肥満を認めるとかいうような表現型のものを PCOS と呼んでいますが、それで、WHO の分類だとか、アメリカ生殖医学会の分類だとかですね、それからPCOS コアアンドロゲン症学会の分類だとかいろいろ報告されているわけですね。でその時の背景となっている PCO を本当に起こしているものは何なのかということで、いろいろマイクロアレイを用いて調べてみました。そうしますとですね、 PCO にはですね、サーキュラー RNA というか、サーキュラーというと丸くなった RNA なんでしょうね、そういうようなものが認められたということなんです。でそれを含む変異が4つ種類が認められて、 PCO に対して発現のレベルは低かったということが分かりましたですね。それと他の RNA との関係も調べられていますが、この PCOS を引き起こすこの分子生物学的な要因が、これからマイクロアレイがだとかですね、セカンドジェネレーションシーケンシングなどがどんどん起こられるようになりますと、そういうような異常がどんどん見つかってくるようになるのではないかと思われます。手術時間は低侵襲性子宮筋腫核出術および腹式子宮筋腫核出術のいずれにおいても合併症の予測因子となります。手術時間が延長したとしても低侵襲性手術は一般に手術時間が270分までは術後30日以内の合併症の発現率などの面から優れているという結果でした。注意深い患者へのカウンセリングと手術の有用性を上昇させるための準備がいずれのアプローチを採用するにあたっても優先されます。子宮筋腫核手術を行う際に従来腹式子宮筋腫核手術が行われていました。最近筋腫の核出を行うのに低侵襲性手術、いわゆる腹腔鏡下手術が行われるようになりましたですね。で一時はその適切にあたって、その電動もモルスレーター、まあ、分節法などを行うとそれが筋腫の破手のような状態を起こす、それから場合によっては筋腫の中に悪性細胞があるザルコームのようなものがあるからやっちゃいけないと言われてるんですが、またいろんな方法が開発されて行われるようになりました。そして、低侵襲性手術の方が手術時間は延長しますね。しかし術後の合併症の頻度は低下します。ですからこれからはますます低侵襲性子宮核手術、時には低侵襲性の子宮摘出術が普及するのではないかと考えられています。今日はファーティティ&ステリティの6月号についてご説明いたしました。もし先生方の中で何かこの今日報告していたしました論文に関して何か資料が欲しいとか何かご要望があればどうぞ IMT カレッジ、私どもの国際医療技術研究所にアクセスしてください。何かお役に立つ資料を差し上げることができるのではないかと思います。それでは今日はこれで終わりさせていただきます。また来週お目にかかります。どうもありがとうございました。